皆さんどうも、ギャルバキです。ですね、本日はこちらマイジムさんにてトレーニングですね。僕がキックフィットネスの指導をさせていただいているマイジムさんにてトレーニングです。というのも今日はね、ヘックスバーを使ってトレーニングしていきたいと思います。まあ後からちょっと紹介していくんですけど、ヘックスバーまだ使ったことがないんですね。ちょっと楽しみです。背中のローイング系、下から引っ張る系のトレーニングですね。それではトレーニング入っていきます。忘れてました。その前にですね、さっきうまいもの博に行って、全国うまいもの博っていうのがあってたんで、それに行って丹波園さんの大福、塩大福、あとねじり大福、こちらを買ってきたので、ちょっとプレーワークアウトとして食べていきます。こちらがヘックスバーです。僕も初めて使うんですけど、こういった形になってますね。これで今日はベントオーバーロードとデッドリフトで追い込みたいと思います。まあ、基本的に僕はここ最近、ここ1年半ぐらいはベントオーバーローがメイン種目となっているので、まずはベントオーバーローで追い込んで、そこからデッドリフトを行っていきたいと思います。最後はですね、ちょっとなんか絞ってて、広背筋の下の部分のクリスマスツリーと呼ばれる場所がちょっと甘いので、ヘックスバーを使ってのハーフデッドリフトと、そしてダンベルでのデッドリフトで、このちょっと背中の下の部分、クリスマスツリーと呼ばれる部分を刺激していきます。追い込んでいきます。それでは、皆さんどうだったでしょうか。一応トレーニングが終了しました。6時10分15分ぐらいからスタートして、今7時半前、7時20分過ぎなんで、60分ちょっとぐらいですかね。60分、およそ60分です。
およそ60分のトレーニングを終えました。すごく効きましたね。ヘクスパイスね、入りますね、しっかりと。背中に広背筋にしっかり入るので、ちょっとこれからもルーティンにして、まあ、月に、そうですね、1、2回ぐらい入れてやっていこうかなと思います。それでは、皆さん、この動画気に入った方は、いいねを。そしてよろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、なんちって。また、では、さよなら。